なんかいいのねえかな。イベント、そうだね。だん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 参加者が募っていって楽しくなってきたなと思ってて。いい感じにはなってきたね。ねえ、どうなるかわかんないかな、本当に。プチさん、お疲れ様です。誰でも出れる？誰でも出れるよ。なんだろう、特に規定は設けてないけど、その辺は出るの？カオさん、カオさん出んの？野鳥以外はね、今決まったのは竜彦、新野鳥、竜彦、ちょっと待ってね、これも1個にまとめちゃおうか。いつですか？12月の後半を今予定してますね。僕が考えてるのは。12月後半を今考えてる。ちょっと待ってね。全部書いておこうか。ちょっと待ってね。関西ババア、へえ。これ全部こっち側に統一してやろうか。感じで見えるかな。あ、リナ猫を呼びたかったんだけど、女性もいるよ。リナ猫出てよ。ダメ？リナ猫凸上がれる？リナ猫どこだっけ？女性も全然参加あるよ。あ、ていうか、海宝も誘おうと思ってたんだ。そうそうそう、海宝も誘おうかなと思ってて。ユーフォーデスマスいらっしゃい。どこに出る？どこがいい？リナネコ。どの枠で出たいか教えてよ。どの枠で。どの枠で出る？ まあ、リナネコ大手側でもいいんじゃないの？唯一の女性キャラで。どっちでもいいよ。そのチャレンジャー側じゃなくて大手側で出ていいんじゃない？認めてね、全然大手でしょ。リナ猫にチャレンジされる方がいいのか、チャレンジする方がいいのかで全然話変わる。もしよかったら LINE かけてきてよ、リナ猫。そうそう、お疲れい。
今日夜、するする。多分このままやってると思うけど、突、する？お互い放送回して。誰でも出れるっていうのは、まあチャレンジャーだよね。やっぱりその大手にトライするっていう企画だから、大手側は、夜やってたらかけれる。あ、じゃあさ、申請だけ送っといてよ、リナネコ。スタンプだけリナネコだよって、メッセージだけちょうだい、LINE。LINEURL あるから、下に。夜かけてきてよ、それで。URL、下のテロップに書いてあるから。夜何時ぐらいだろう。リナネコすごい、出せ出せって声、すげえ多かったよね。ピョンさん、ワドさん、フワッチのアイテムをお金に課金するといつ振り込まれるんですか？俺はね、ペックスっていうポイントに変えてるから、ペックスの場合はすぐ。で、銀行振り込みは規約に書いてあったよ。リナネコ待ってるわ。お願いします。はいよ。またでいい。気をつけて。これでね、女性陣が増えたら嬉しいけどね。ねえ、ありがたいね。チャレンジャーやなかったら考えてたかもしれん。チャレンジャー以外の人は、ちょっと難しいかな、カオさん。例えば、お客さんお金払ってみるわけだからさ、やっぱり納得いく形じゃないと難しいよね。チャレンジャー以外だったら、例えばどういう感じで出たかったの、カオさん。ゆいがさんは、さっき連絡、突かかってきたよ。で、アドバイスすげえくれて。で、俺は審査員で一応お願いはしてる感じかな。まだ確定ではなくて、まあ前向きに考えとくよって感じだった。いつ頃販売わかんない。とりあえず俺が、スタッフを決めて、企画書を作って、ロフトプラスワンの方に提出をしないといけないの。ポスターのデザインとか、告知のやつとかを投げないといけないから、人数がある程度、もう8割方決まんないと無理。だからその辺からの先の話だね。日付が確定して。いろんないでしょう。リナネコが大手、チャレンジャー受け付ける側で問題ないと思う人手挙げて。じゃあ。俺全然問題ないと思うけどね。リナネコ大手側で賛成 OK な人手挙げて。全然みんな問題ないでしょ。むしろウェルカムっしょ。結構盛り上がると思うけど。全然問題ないでしょ。ねえ、みんな満場一致でしょ？いいじゃん。リナネコイベント系に出てくるのなんかね、珍しいからね。じゃあ、大手側でお願いしようかな。リナネコには。女性陣にトライするって面白いよね。リナネコ力あるし。あ、ありがとうございます、皆さん。はい、ワード2、バタフライテール。おかえり、イボン。ちなみに、現時点でさ、来るっていう人何人ぐらいいる？確定で行くよっていう人。ワードの企画応援するよ。会場行くよっていう人。ぜひぜひ、赤字になっちゃうんで、ご協力お願いします。手挙げてみて。行く人。あ、スタッフじゃない。電話する、今。スタッフじゃない、お前は。行く？みーすけ。何人ぐらいいんだろう？みーすけ来てくれるでしょ？ダーは？審査員。え、嘘？チャレンジャーの方で行くの？
ですよね、きついですよね。チャレンジャーやなかったから、どのポジションで出たかったの？未成年は夜だからちょっと難しいかな。解放。先にちょっと来てよ、来てよ。解放。あ、もしもし。お疲れ、聞こえる？聞こえる。あ、っていうか、あれだ。配信見てたから、そのまま撮っちゃった。どうしよう。一回じゃあ、切ってかけ直す。いいよ、全然いいよ、大丈夫だよ。うん、大丈夫。何が問題あるの？なんか、声が二重に聞こえちゃう。いや、聞こえ一ない。回切ってかけ直す。分かった。25日だったらいける？ 11 月で決めたいよね、これ。3ヶ月後。3ヶ月先はちょうどいいと思うんだよね。解放？あ？なんだ？もしももしもし。し。あ、はいはーい。解放さ、スタッフじゃなくて生主なんだから演者で出てよ。嘘だって私喧嘩凸とかできないよ。だから面白いんじゃん。ええー、嘘。大手さんと絡めるわけだし、全然イベント盛り上げる側でやろうよ。なんでスタッフ側なえ、私で大丈夫なの？いや、全然。っていうか、出た方が、だって、捨て頃とか出るために名前売るって言ってたじゃん、お うん。前。そうだけど全然さ。スタッフでもいいけど、スタッフでもさ、プラスワンの場合さ、あれなんだよ。なんだっけ。なんだ。あ、店員さんがいるから、スタッフさんほとんどいらないんだよ、あそこ。そうなんだ。そっかそっか。だからね、そのふわふわっちさんがね、今ね、解放喧嘩はイメージダウンだよって言ってるけど、そこが腕なんだよ、生主の。いや、イメージダウンとかアップとかじゃなくて、喧嘩をあんまり普段からしたことがないから、だから面白いん喧だよ。嘩だから、その喧嘩売れないキャラでも笑い取れるし、全然その、だからフリートークとか滑らない話とか振っても全然ありだと思う。まさか私に話来ると思わなかったから、チャレンジャー大版？丈夫かな、私。まあでもほら20組ぐらい出てくるうちの1人だから、全然俺はやってもらいたいけどね。でもむしろそのほら解放みたいな埋もれてる人を発掘するっていうのが俺らの狙いだから、そのなんつうの、そういう機会って今までなかったのよ、ほとんど。捨て頃とかでもさ、やっぱイベントに出てみんな知名度上がったでしょ。なるほど。そしたら、じゃあ、なるべく前向きにっていうかね、なんか最近ちょっと体調がおかしくって、体調が悪いの？ちょっとね、だからその辺が体調が心配っていうか、私冬にも結構落ちやすいから、それが心配なんだよね。それがクリアできれば大丈夫なんだけど、あ、なすびさんね、我が子がっていうのは保護者が同伴なら大丈夫っすよ。要は、俺、なすびさんが未成年で来るのがダメって意味だと思ったの。中学生だけど僕行けるみたいなノリだと思ったのね。なすびさんが子供がいるんだったら、保護者が同伴なら全然問題ない。要は、夜中には出歩いてると条例に引っかかるよってことを言いたかったの。それだったら大丈夫だよ。全然来れますよ、小学生。
ごめんね、話終わって。やめとくよ、じゃあ。あ、大丈もう全夫大丈夫。然、どうハイしよう、ホーにどう出てしもよらいたいっつうか、お前が出ないでどうすんだとは思うけどね。俺のイベントなのに、俺の弟子なのってて、裏方やりますって、アホすぎるだろ。そっかそっか。体張れや。そしたら、体張ります。じゃあ、はい、出ます。師匠を立てろや。ほい、わ かりました。じゃあ、メンツ入れとくよ。わかった。よろしく。はーい。いいよ。はいはーい。はーい。はーい。ああ、じゃあ、カオさん、多分ね、でも、スタッフさんはいらない感じだと思うよ、今回。店員さんとかがいて、調理とか受付とか全部やってくれる感じだからさ。もし、あれだったら、カオさんよろしくね。まあ、どっちにしろ遊びに来てよ。子供連れ上半、22時でもダメなんだっけ？ 21 時ぐらいまで大丈夫じゃなかったっけ？開催時間は何時から？19時から、19時から、22時かな。19時開演だね。19時。なすびさん。
書いてある内容の通りだよ。大阪から上京してぜひワドさんとか豪華な有名な配信者さんと会いたいと思ってるんです。うん、ありがとうございます。今ね、香川さんとギャラのお話をさせていただいてるんで、ちょっと待ってくださいね。文字潰れて読めないかな、これだと。これくらいだったら見えるかな。ちょっと小さい文字見づらい。これだと読める。じゃあ今香川さんと連絡した。頼むよ、解放。笑いが取れたら全てだから。そうなんだよね、香川さん大阪からだからね。うん、俺は MC 司会だね、 MC つか。あ、そうなんだ、18時以降禁止なんだ、知らなかったわ。ありがとうふわふわっち。次の日一応日曜日だから休みじゃない。どうなんだろうね、俺が子供いないからね。対戦は検討中っていうか、さっき電話かかってきて、うん、できたよキングさん、やったよ。23時間かかった。なすびさん、確かにね、子供がいたり条例違反だとあれだからね。
風船ありがとう。
じゃあ LINE。ああ、ゆいがさん、わかんない。検討するっていう、おっしゃってたけど、返事はいただいてないから、確定は全然してない。すまんすまん、雑談。愛子さん出ないって、なんかリスナーさんが振ったら出ないって言ってたから、まあ出ないんじゃないかな。和道さんだったら何でも実現してくださるまでドラえもんのような方だと思ってるんです。中央線の時も頑張ったのを見てますから。ただこればっかりはね、頑張ればどうにかなるって問題じゃないからね。普段やってきたね、お付き合いであったりとか、そういった部分がどうしても出てくるから、だからどうなるかだよね、本当にね。え、体張る分にはいくらでも頑張れるんだけどさ、頭使うタイプじゃないから俺が。行動行動行動だけどね、イベントごとってしっかりまとめないといけないわけじゃん。だからその部分のプレッシャーっていうのはすごいあるね、自分の中で。どうしていったらいいんだろうと思って。まあ今ね、まあ昨日立ち上げたばっかりの話だから、もうまだ諦める全然段階じゃなくて、バンバンブッキングしていっての話だと思ってるね。
ちょっとごめんね、黙るよ。
よいしょ。和道が楽しそうじゃない、せっかくの企画だし頑張って。4ありがとね。裏方は今回なしですね。裏方はいないです。なんていうのかな、今日は6月10日まだ先ありますよ、6月16日。仲がいい配信者さんと旅に出られてはいかがでしょうか。そうだね、まあこれがまとまり次第ね、次の企画次の企画ってやっていこうと思ってるよ。マルコさん、あのまま振りかも、浅井さんね、企画が始まったばかり、これからいろいろな人のアドバイスを聞いたりしながら煮詰めていけばきっと楽しいイベントになると思います。ありがとうございます、なすびさん、8月16だね、頑張ります。上級店さんありがとうございます。
はい、ただいま。すいません、バタバタで申し訳ないっす。バタバタでございますね。いや、大変だよね、ほんと。頭おかしくなりそうだよ。頭おかしくなりそうだよ、俺。頭がおかしくなりそう。写真で一言は面白いよね。あれでも難しいぜ、ハーツ。写真で一言結構難易度高いよ、素人には。わかると思うけど、めちゃめちゃ実力問われるよね。めちゃめちゃ実力問われる。フォローありがとう。写真で一言欲しい？じゃあさ、テロップ7個にする。喧嘩凸やりたくないっていう人もいるからさ、7個から選べるようにする。枠をちょっと広げて、そのうち5000やるみたいなさ、7個ぐらいにする。写真で一言。でも写真で一言ってそら道具用意しないといけないじゃん。ここがね、そこが結構厳しい。カルタの絵札なら簡単。でもその観客に伝わる形を取らないといけないから、やっぱ拡大しないとダメだよね。しないっすね、セデスさん。いらっしゃい。提案なのですが、遠距離からわざわざ来るリスナーさんに対して何かしらのメリットもあった方が思いますが、間違ってますかね。ちょっとね、やっぱりその差別化っていうのは難しいよね。やっぱりその生で見るっていうことに対してさ、生で見るっていうことに対して見てもらうことしかできないからさ、俺らは。やっぱり来てくれる人ね、遠くから来てくれる人いっぱいいるんですよ。その大阪からも行くよっておっしゃってる人もいて、でもそのね、やっぱりどんなイベントでもさ、例えば安室奈美恵とかね、コンサートっつっても、遠くから来る人に特権をつけるっていうことは基本できないじゃないですか。それは申し訳ないんですけど、やっぱりその生でその空間で頑張ってやるんで、それを見ていただくっていう形でしか申し訳ないですけど、できないですね。ねえ、遠くから来てくれる方がいらっしゃるので、もう生の空気感を本当に現場で頑張ってやるんで、いろいろでカルタの絵札を拡大してフリップ作れば
安いかと。プロジェクターあるならさらに安くなるかと。プロジェクターあんのかな？ちょっとその辺スタッフさんとね、相談しながら。ただね、俺としては写真の方が、フリップの方がいいかなとは思ってるけど。ちょっとその辺協力してよ、アメリカ人。アイディアちょうだい。イベント集計係に各配信者の定期係から1名ずつ選出したら、少しは、公平さは少しは出そう。あ、その辺運営でやるよ、ちゃんと。大丈夫だよ。ロンタリー来てくれるかな？ロンタリーって住んでるのどこだっけ？ロンタリーってどこだっけ？住んでるの。フリップにするなら大喜利というジャンルはフリップで回答が。そうだね。それはフリップで回答だね。リナ猫って住んでんのどこだっけ？リナ猫がね、大手の方で入ったら面白いんだけど、愛媛なの？と 愛媛から来てたの、捨て頃。すげえな。愛媛初の大手配信者じゃん。多分。まあ自作するしかないかな。フリップって高いの？いくらくらいするんだろう。使い捨て90円か。まあ自作だな。そうだね。ちょっとその辺はまあ後々。まずブッキングだな、ここまで来たら。今、ブッキング。予算がギャラ出るなら参加しますとのこと？マジで？本当に？予算突で、え、電話で話せばいいのかな？本当に言ってたわ、それ。本当に？え、マジで？マジで？予算出るの？マジで？え、全然ギャラ払いますよ。え、マジで？マジで？予算3万。
ちょっとよす、運転中？運転中だよね。トコさん、マジですか？それ。おっさん、ジャイロだよね、今。普通に、ギャラ全然出しますよ。もちろん。もちのローンで。予算決まったら流れめちゃめちゃ変わるでしょ。マジで？運転中だからコメント読まないでしょ、多分。わかんないけど。逆じゃね？ うそ、マジで？マジで？メール送っとくわ。マジで？本当に？ライン送っておいた。いや、流れめちゃめちゃ変わるでしょ。やば。マジで言ってた、とこさん。ネタじゃない。いや、ワンワンがね、私からもよっさんに言っておくよって言ってくれたから、もしかしたら、それで、なんかワンワン出んなら俺も出てもいいかな、みたいになったのかもしんない。配信会の写真で一言、あ、いいね、初。それ入れようか。それ入れようか。それ面白いね。あ、そうなんだ、今。てか、パルパル俺の電話出ねえんだけど。ギャラ次第了解っす。了解っす。みどりさんは無理でしょう。わかんないけど。
あ、いい、大丈夫、大丈夫。大丈夫っす。かくんありがとう。あ、でもかくんか、どうだろうね。まあ、俺も LINE つながってるから。やっちょと今いる？誰がいんの？ノエルをモンスター側にして荒野との対決とかめちゃめちゃ盛り上がるよね。みんなさ、だけどさ、なんかその繋がってない配信者の名前ボンボン出すからね、どうやってブッキングするんだよって話になるよ。てれて、てんてんつって。因縁つうか。でもなんか言ってたよ、達彦が出場決まった枠やってたじゃん。その時にリスナーさんから、いや、みどりさんと喋ってたけど達彦結構喋れるぞっつって、結構達彦期待、全然喧嘩突いけんじゃねえみたいな評価があったよ。
ああ、胃が痛え。胃が痛えよ。胃が痛いよ。頼む、辰彦。ありがとね。でも嬉しかったよ。枠のタイトルがイベントに出ますって。嬉しかったよ。ありがとう。ああ、チケット売れても赤字だろう、これ。ちょっと待って、値段2500円じゃ釣り合わねえよ。その値段さ、値段さ、ほんとさ、これ本当に釣り合わないんだけどさ、あげたらダメ？無理なんだけど。これだけのメンツでさ、無理よ。2500円。無理。ちょっと配信者豪華になったらさ、値段変えさせて。ちょっと待って、値段無理。未定にして。無理よ、これ。採算が合わねえ。本当に。いや、物販もやるわ。いや、無理。物販席の確保は確実っすね。もちろん。収容人数立ち見とかになるけど、埋まるか ?150。まあ、メンツが豪華に、予算の分でしょ。意外と埋まるもんかね。いやー、きついなー。いや、値段がね、合わねえ、ほんと。これくらいのクラスの配信者呼んじゃうと。合わねえ。予算は、ギャラ払うんなら出るよって和道に伝えてっていうふうに、今、言ってくれたらしいよ。直前に増えるかな。やばいね、ちょっとね。ちょっと、メンツ的に豪華になりそうな感じもするかもしんない。いや、これとんでもない赤字になるぞ。荒野入りましたね。はい。こっち側のテロップ読めてたら手挙げてください。この辺にテロップ流れてんの読めます？この辺。見えるかな？これ。ちょっと見やすく、少し暗くしたんだけど。もう少し暗くする？いやー、大赤字だよ。早めに発表だね。そうだね。いや、マジで採算合わねえんだけど。見えない。若干左に寄ってる。ちょっと待って、確認するわ。読みづらいってこと？潰れてるってこと？まあ読めるじゃん。携帯で今見てるけど、読めるよ。スマホでギリ読めるっしょ。ギリ読めるっしょ。大丈夫だよね。確かに左に寄ってるね。5ずつ潰すか。ちょっと待って、5ずつ潰す。チャレンジ配信者チケットノルマ。いやー、ノルマかわいそうだよ。ノルマかわいそうだよ。ノルマは俺が責任持って裁くよ。
変わった？文字の大きさ。いや、6000円とかにしないとまずくなってきたね。いや、トントンじゃない。大赤字30ぐらい食らう、俺。マジで。見えるかな、これで。見やすくなった？少し。いや、寄付金お願いするわ、マジで。これ、もうマジで潰れるよ。6000円はさすがにやらないけど、メンツ的にこれ以上豪華になるんだったら、もうちょい上げないと無理よ。みどりさん誘ってないっすよ。捨て頃とはね、まあ別物だからね、イベントっつっても。トーク。いや、まあしょうがねえよな。メンツ豪華にした方がいいよね。だよね。せっかくの初イベントで夢叶えるって言ってんだからさ、ねえ、お力お借りできるんだったら、借りた方がいいよね、絶対。きつい。胃が痛え、マジで。胃が痛えよ。まあ、その辺はわかんないけど。最初はまあ持ち出しだよね。しょうがないよね。当然だよね。ああ、胃が痛い。難しい。花火ありがとう。ゆうかちゃん、花火ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。花火ありがとうございます。いやー、厳しい。つらい。予算、チケットを高くするのがバランスだよね。だから埋まるかっていうバランスだね、本当に。少額でも苦労は、だったら箱を変えるしかないね。箱を変える気はない、俺は。企業スポンサーとかね、募集していかないと無理だね、これ。いや、だから赤字でもやってんじゃねえかよ。第1回のメンツ豪華にしないとね。飲食1人2500円使ったら万々歳だよ。そうだね、投資だね、最初は。最初は投資だと思ってやるしかないね。こんばんは、猫屋さん。チャレンジャーにギャラは出さないですよ。チ
ャレンジャーにギャラは出さないです。セコロは黒だよ、うん、セコロ黒黒は確保してるけど、30じゃねえ、さすがに生活できないよ。ギャラはその3って言ってたんだっけ。だからギャラを聞きたい感じなんだよね俺。俺は25で考えててギャラで、3なら3で全然話は全然するけど、ただもう3万以上はギャラ3万以上は出せないですね正直。ギャラ3万以上は出せないですね。荒野呼ぼうって荒野決まってるよ、書いてあるよ。チャレンジャーのところにこの辺に荒野って出てるでしょ。この辺この辺荒野。元総理の連絡先わかんないですね。あ、酒は飲めます。出演者は酒飲みながら、もちろん酒は全部出ます。酒は飲み放題、酒は飲み放題です。あの演者の場合ガンガン飲めるんで、飲みながらトークできるんで。3万3000円なら出るって言ってます。なんで3万3000円なのちょっと待って待って待って、なんで3万3000円なの。あー、 iTunes 狙ってるの今日。ぜひぜひ iTunes 応援よろしくお願いします。3万3000円なら出るの。いや3万が限界だって3万が限界だよ、うん。交通費いくら？交通費いくら？3000交通費？分かったよ。じゃあ出します。分かりました、出します。3000交通費はポケットマネーで出すよ
俺のポケットから出すよ。出します。はい、ああ、野田通りさんのね、お酒はライブハウスからスタッフの方は無料で出んの。大丈夫だよ。演者の方は飲めるから。立ち会い決まってます。ギャラまあそんなもんでしょう。だって捨て頃だって俺3万もらったんだよ。捨て頃だって3万もらったんだよ。まあ俺らの場合ね、何ヶ月も体張ってたからどうなんだって思ったけど、俺は3万もらって嬉しかったけどね。予算クラスだったら3万普通だと思うよ。いいよ、ポケットマネーで交通費なんて、俺があれでしょ？しばらくシーチキンご飯食ってりゃいいんだから。あ、了解です。パイセンは検討中ってな、今日お返事いただきました。パイセンは検討中らしいです。まあ、捨て頃はね、体張るしね、怪我したからね、みんな。立ち引く奥さんと出ればいいのにね。あさみさん、こんばんは。わあ、呼ばないっすね。パイセンね、もう勝ちだよね。わ かる。パイセンが出場ってなったら多分、ね、すっげえ盛り上がるよね。すっげえ盛り上がるよね。みんな生パイセン見たいでしょ。金八さん電話したけど、出ないんだよね。なんでみんな出ないの？ 金八さん電話していい？金八さん電話してみる？今。まあ、協賛集めるしかないね、もう、こうなったら。協賛集めるしかないね。飯食ってる？電話してみようか。電話出ないかな？ iPhone か。パソコン配信じゃないから無理か。え？もしもし。やっほい。やっほーい。盛り上がったじゃん。ごめんね、リスワン。本当ですよ。本当だよね。え、あの日狙ってたの？うん、狙ってたよ。狙ってたんなら24時間やんないとダメだよ。俺15時間放送してたよ。そうだけど。今日何位なの、愛知。
今3位だよ。3位、やばいの。閲覧どれくらいあんの？今始めたばっかだから、うん。今24人かな。あ、24人ぐらいなんだ。全然いないじゃん。やばいじゃん。だっそう、て、やばいの。みんな見もうにだ。あげ、見に行ってあげてよ。iTunes の放送。何？もうこの絶対。どれさんからさ、パコローって言われたの？本当なの？どれさんからパコローって言われたの？本当なの？そうだよ。何枠してんの今。リスワン取るタイトルは。何話すの？何を話して、リスナー、こう、バーって集まる感じなの？今どれ、あ、違う、なんだっけ、ワードさんに連突しようようにした。してみようにした。俺のネームバリューじゃリスワン取れないと思うよ。ドレさんのネタやった方がいいと思うよ。でももうドレさんのさ、ネタでさ、引っ張れないんだもん。ドレさんのネタ引っ張れないの？誰かさ、iTunes の URL 貼ってあげてよ。誰か iTunes のさ、放送の URL 宣伝してあげて。iTunes さ、俺、リスワン頑張ってたのにさ、昨日の枠でリスワン俺、iTunes から取っちゃったの。かわいそうじゃん。iTunes リスワン取らせてあげたくない？みんな。iTunes 取りたいんでしょ？え？ちょっとバカにしてんだろう。バカにしてるって、だって iTunes 正直リスワンまだ早いと思うよ。あ、ゆかりんありがとう。まだリスワン取る実力じゃないと思うよ。うん、え？この機会をさ、逃したらもう取れないじゃん。取れないだろうね。よっぽど面白くならないと無理だと思うよ。だから昨日がチャンスだったんだよ。だから昨日なんで、ま、ずっとやってた？だって60人差ぐらいだったでしょ？そうだよ。60 人差ぐらいだったでしょ？だったらさ、ずっとやってれば勝ってたじゃん。1時間でも多くやってたら、愛知も勝ってたよ。そうん。うだね。あ、頑張んないそう。と。今日あとあ何り時がと間あるの？あと3時間あるでしょ？う。うん。俺のね、タイトルじゃなくてね、なんだ、ドレさんのね、話題やったらね、もっと人増えるよ、愛知どれさのだってもうさ、あも。うん。んまないじゃん。もうみんな飽きたでしょ。もう飽きたのかな。 そっか。うん、もう飽きた。いろんな人に凸かけまくって協力してもらいな。みんな iTunes 見に行ってあげてね。 うん、なんか面白いネタないの？ドレさんの。リスナー移動しないよ。暴露話がないと。どれさんネタの方がいいかな。うん。いいよね。あ、バクソにはリスワン取ってほしくないっていう ルーシーさんが。そうなの。うん。うん。みんな協力してあげて。うん。まあ、来たくないから。いや、絶対、おう。もう iTunes の一番阻止だから。え？アイチュンが今何？日配信した。あ、アイチュン顔出ししないからな、だって。そうだね。うん。うん。頑張りなよ。分かった。ありがといいよ。頑張っう。てね。応援してるよ。ありがとう。いいよ。頑張れ頑張れ、若手配信者。ねえ。あっちゅんって地方の子じゃなかったっけ？あ、ありがとう、ジャニー。行ってあげて、ありがとう。パッとすぐ行って、パッとすぐ帰ってきてあげて。閲覧1でも増えると、可能性が変わるからさ。一瞬パッて見てあげて。いや、かわいそうじゃん。63で、俺本当にリスワン取る気なんかなかったんだよ。たまたまでも十何時間やってたから、本気の時は企画ぶっ込むのね、俺は。リスワン取る時は。で、コラボ増やすのよ。じゃないと取れないから。3人4人ぐらい会うの、リスワン取る日は。だけど、普通に作業してただけだもん。あいつまだ10代なの。あ、深夜食堂。あーとか言って。いや、まあいいや、後回しで。この企画、跳ねるか下るかって、俺はね、跳ねることを考えてやってるよ、全力で。
全力で考えてやってるよ。MC 決まりました。MC 決まりました。ワンワンです。あざっす。MC 決まりました。あざっす。ワンワンありがとう。ワンワンありがとう。書いとこうか。ニコ生勢はありがたい。ニコ生勢がありがたい。ありがとうございます。パチパチ。審査員に中西マン荷が重いでしょ。中西マン喋りうめえかんな。だけど元芸人だけあって、昨日枠見たけどめちゃめちゃ喋りのとテンポ良かった。
LINE バグるな。 LINE がバグった。まあまあ、なんかね、こんばんは、ロビさん。ありがとう、江口さん。頑張ろう。今確定してるメンバーが、新野町、和道、ワンワン、こうや、バブー達彦、海宝、アメリカ人。で、よっさんと香川さんが返事待ちで、よっさん、香川さんが返事待ちの、うん、だんだん盛り上がってきましたね。ありがとう、夏美猫さん、頑張ります。リスマンはね、本当に意外だったかな。んっていうか、うなちゃんマンが枠切ってたら俺も負けてたしな、普通に。まあまあまあ、イベントらしくなってきたね。もうよっさんと香川さん決まったらドカーンってなるけどね。ふわっち以外全然受け付けてるよ。うん、チャレンジャーはね、うん、15人ぐらい欲しいなと思ってる。15組。うん。速報、予算自体。マジで？なんで？え、なんで？え、なんで？噛みつく人ね、欲しいね。うん、コプちゃんフォローありがとう。誤称するやつが現れないことを願うよ。一生は多分こういうイベントごとはやらないと思うよ。運転してるだけやんけ。それでも1000人集まるから神だよね。俺バイク運転の車載配信でこんな集める人見たことないんだけど。アクティブ1000だぜ。やばいよね。あのニコ生のミラーのさ、あのイニシャル D の音楽流しながらのやつやばいよね。あれ。いやー。勝つだよ本当に。まいったね。あー、リスワン代振り込まれた。助かるわ。あー、評判悪かった。評判最悪だった。ニコ生出身だもんね。閲覧おかしい。うん。
よっさんとか和道のイベント出るなんて花火がやばお。あ、そういう今流れなんだ。まあでもギャラが高いんでよっさん 負担が減る 助かる。何食おうかな、今日ご飯。しゃぶとかやったことないよ 冷たいやつ マリファナも吸ったことないぐらいだから配信者若菜さん もうすげえ評判悪い 囲いが必死に止めてひまわりが売人はやってそう。売人はね、大体自分がしゃぶやってる人が多いよね 30万無理だよそんなの。無理だよそんなの。30万なんて払えるわけないじゃんね。無理だよ、無理難題だよ本当に。無茶言わないでよ めちゃめちゃだよ本当。いじめだよここまで来たら。窓の企画断ったらこれからも花火投げてやる。花火ドカン。すげえな。俺はヨスさんにめちゃめちゃ出てもらいたいけどね。ギャラ3万の限界でしょ。ポケットマネーから交通費出してギャラ3万が限界だよ。俺全然稼いでねえんだからさ。じゃあそろそろ2時間経つんでアイテムタイムします。ちょっとご支援よろしくお願いします。本当に金かかるんで。2分間音楽流します。アイテムぜひよろしくお願いします。よいしょ。それではアイテムタイムスタートです。バーガープレゼントありがとう。バーガープレゼントありがとう。30万は無理だよルームシコリーさん。無理無理無理。30万払えないよ。あれ、アイテム飛ばない感じ今日。やべえなこれ。3万円が限界っすね。ちょっと風船100個ありがとう。200個ありがとう。風船100個ありがとう。ありがとうございます。最近飛ばないね全くね。余談の人は何？分かんない。うん。で
全然飛ばないよ。参ったよね。バーガー参考ありがとう、メリンコありがとう。あ、企画褒めてくれてありがとう、井口さんありがとうございます。頑張ります。旅団いないね、最近ね。旅団いなくなっちゃった。ご覧の番組はアイテムをくださってるリスナーさんの提供でお送りします。楽しんでいってください。よっさん出ないかな、難しいかな。あー、カレオさん風船100個ありがとうございます。そうだろうね、旅団見ないね。まあレクシュもいなくなったし、あのミュールももうやめちゃったからね。アイテムタイムする必要があるかないか俺が考えるわ。それは俺の問題でしょ。俺が考えて俺がやるよそれは、うん、生活できないもん、アイテムタイムないと。あ、 ありがとうゴールデンさん。若い子はね、荒野とか出るね。うん。あ、若い子。若い子に旅団いたかな。俺のリスナーさんで若い人あんまりいないけど、うん、予算交渉次第かな。うん、どうなんだろうね。腹減ったな。花火ありがとうございます。花火ありがとう、アムさん、イエーイありがとうございます。花火ありがとう、ありがとうございます。アムさん、ありがとうございます。まあ、交渉頑張るよ。そうだよ。M1 とか参加費普通かかるよ。うん。だから、チャレンジャーからお金取ったりとかしないよ、俺は。うん。いや、配信外でずっとやってるよ。予算が配信でペラっちゃうんだよ。もう、昨日の時点で何回も送ってるよ。17歳の子？どうなんだろう？お盆とかだから忙しいんじゃないの？チャレンジャーもちゃんと選んだ方が、荒野ちゃんと喋れるか？荒野ネームバリューあるし全然ありだと思うよ、俺。なんかあいつ持ってるから、なんか他の人の絡みとか見たいじゃん。ねえ。ハクつくでしょう。チャレンジャー同士で戦わせたらね、まあ予選とかやってね、うん、よっさんのギャラ3万なら他の大手も均等にしないと後からディスられないか。いや、わかんないけど、うん、ディスられんじゃねえの。ディスられんじゃねえの、うん、まあでもイベント成功させることが大事だから、配信者にディスられるのはしょうがないよ、うん、でも逆にね、金じゃねえんだよって動いてくれた深夜庁とかどんどん株上げるわけだから、まあ、ディス何やってもディスられる。しょうがないよ。
何やってもディスられるのはしょうがない。宿命だからさ。腹減ったな。チャレンジャーの大手配信者の枠が決まるとだいぶ話が進むんだけどな。そうだね、確定メンバーで。っていうかさ、俺思うんだけど、これみんなに質問ね。みんな書いて、どういう企画かっていうと、チャレンジャーが大手配信者5名いて、で、テロップをやって挑戦する。1対1のバトルをする。で、5回勝ち上がると、まあ、5万円もらえるっていう企画なわけじゃないですか。で、審査員が3人いる感じなのね。で、MC は俺とワンワンで司会やるんだけど、みんなに質問。どれさん、こう、出てくれるっていうふうにおっしゃってるらしいんだけど、出てくれるらしいのね。ドレさんのバトルが見たいのか、ドレさん審査員のポジションがいいのか、どっちか書いて、審査員かバトルか書いてください。ドレさんどっち側で見たいですか、皆さんは。バトルをしてる、要はトークの雑談のプレイヤーの方なのか、その審査員ジャッジメントの方、バトルで見たい。ドレさんのバトル見たい。あ、そういう感じなんだ。あ、プレイヤーで見たいんだ、みんな。プレイヤーで見たいんだ。審査員がもったいないさんは審査員。審査員は違う。審査員2名、バトルの方が多いの？断然バトル。確かに、ドレさんと荒野のバトルとか見たいよね。ドレさんと荒野が喧嘩凸とかめちゃめちゃ面白くない？それこそ、達彦は指名で喧嘩凸パネルやってドレさん指名するとかめちゃめちゃ面白いよね。ワンワンは、俺は司会、逆にプレイヤーでもありかなと思ったんだけど、なんかその司会の方が絶対面白くなると思ってる。あ、バトルなのか。そう、俺もジャッジ上手そうだから審査員が多いかなと思ったけどね。絵面的にそうそうそう、万事さんと同意見で、審査員多くはいいと思ったら、確かにでも面白いよね。あの、海宝がさ、テロップ出してさ、海宝とドレさんが戦うんだよ。それ面白いよね。アメリカ人とか。ねえ、そこにアイチューン来てね、とかね、そういう面白いバトルが見れるから、確かにバトル。お前らほんと。え、じゃあドレさんに聞いといて。バトルと審査員どっちがいいか。うん、MC はね、俺とワンワンでやる。 MC は俺とワンワンでやります。マイク持って切れるぞ。バッキンガム宮殿ぶち込むぞ。生で見れるんだよ。、うん、お客様もチャレンジャーで全然あのいいですよ。うん、やりたい方がいたら。いるのかどうかわかんないけど。うん、ちゃんまは今声かけるタイミングじゃないし、多分出てもらえないと思うよ。和道なんて雑魚と絡まねえようで一言で終わりでしょ。でも俺の夢は解説員の枠にゆいがさんとちゃんまが並ぶっていう。もうくっそ面白いよね。いや、こうやよ。お前、あれはねえよ。ああ。いや、まあそうだな。あの、荒野はよ、もうちょっとよ、可愛げを出した方がいいんだよ。わかるかつって。ああ、そう、いや、ちげえだろ。おい。ま、負けは負け。とか。そういう、めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白い解説席が夢だよね。うん。ああ、ドルさんの審査員としてのね。ただまあ、その、審査員席に誰がつくのかによって、その、どれさんなのかっていう難しいポジションではあるよね。うん、難しいところであるよね、本当に。
例えばまあ香川さんが解説員にいるときにドルさんがいるとどうなるんだっていうところもある。いやなんかそのリスナーさんから聞いてもらいたいかな。さんまは完璧にしてれた状態で誘わないと。うん、そうだと思う。でもまあ無理だと思うよ。俺なんか相手にしねえよって感じだから、解説絶対面白いでしょ。ちゃんまんってイベントとか出るのかな。荒野は酒飲ますのはだからリスナーさんの仕事でしょ。荒野にベロンベロンにさせてもうよれてる状態で舞台に上げるっていうのは会場にいる荒野の囲いの仕事でしょ。飲め飲めっつって荒野にベロンベロンで上がるんでしょ。放送事故だろうっていうぐらいで、まあ、会場酒飲めるからいいよね。だからもしよかったら配信者にみんなおごってあげて、お酒会場で。三万が審査員でどれがバトルしてたら禁断の言葉連呼しそう。あ、俺ね達彦ね、あの思ったんだけど、ゆうゆうを出すか出さないかは別として、ゆうゆうとチームで来れば、ゆうゆうずっと達彦は戦うんだけど、手としてチームで奥さんで出るっていうのありだと思うよ。ゆうゆう有名人だし可愛いじゃん。だからゆうゆうと一緒に舞台上がるっていうのどうなん。ゆうゆうとタッグはね、さっきあったよコメントで、ゆうゆうと一緒に来ればいいのにって。全然ありでしょ。イベント無理だろうね、ちゃんまんはね。ちゃんめんは無理だよ。おるだけ OK なら OK。あ、おるだけでいいよ。あ、じゃあ、ゆうゆうの名前書かせてもらいます。じゃあ、ゆうゆうが舞台に上がります。ありがとうございます。ね、ゆうゆう&、それだったら全然負担減るじゃん。ね。ゆうゆうって U だっけ ?YUU だっけ ?YUU?YUU?YUU? ユーユーで合ってる。なんで半角にならないんだ。ユーユー。トントントン。ねえ、横にいるだけで全然いいじゃん。イエーイ。イエイ。予算休憩中。腹減ったな。何食おっかな。あ、だから奥さんに見守られる形の方が絵面としては面白いじゃん。奥さんがこうやって、ゆうゆうがこうやってこういうシーンで画面のね、舞台の端っこでこうやってやってて、僕が行きますっていう。なんだこの夫婦みたいな。ちょっと絶対ゆうゆう出た方が面白くなると思うよ、放送的にも。ゆうゆう来てよ、呼んでよ。まあ一人で出るでもいいし全然。だからそのチーム一人だから、あの自分で選べるからさ、どうするのか。あ、そうだ、リナネコもどうなったんだろう。よっさんに電話してみたら、いや、いいよ。あんまりしつこいのよくないから。
別にね、出る出ないは予算が決めることだからさ、あんまりすごいの絶対嫌われる。待つよ。一人で出るって意味ないよ。ゆうゆうと辰彦は二人で舞台に上がるの。で、その説明が難しいな。ゆうゆうよろしく。ゆうゆうと辰彦は二人でチームとして出るのよ。で、毎回その戦う人は選べるから、全部辰彦は戦えばいいんじゃないって。ゆうゆうはだからポケーっと見てるだけっていう。そういうことよ。辰彦。一人でって意味じゃなくて、二人でチームで出るってことね。で、その全部、戦うのは全部自分でできるから。ゆきさん、はじめまして、こんばんは。楽しんでいってください。和道です。返事は後ほど了解です。ありがとうございます。難しいかな、ヨスさんは。ただよっさんと辰彦のバトルとか見たいけどね。どんなトークになるんだっていう、うん、髪型いい感じや、アシンメトリーですね、うん、ハゲですよ、ハゲ。2ブロックになってすごいことになってる。マジか、へこむわ、めっちゃへこむわ。叩きやすいんだろうね、多分ね。おっさんと、え、嘘、過去に負けてんの？あ、じゃあ喧嘩突を示すんの。ミートゲンゴロウとかね、ハルヒも誘ってるよ。電話出ないんだよ、慎吾さん。電話で繋がらなかったらどうしようもないもんね。どうしようもないよ。どうすることもできんすよ、俺は。野田、いや、出ないんじゃないの。うさぎの肉盗んだからな、俺。野田ゾウリが食べたがってたうさぎの肉盗んじゃったから。うん、ねえ、うさぎ、食い物の恨みって一生残るっていうじゃん。まあ、難しいよね。食い物は。野田総理出てくれるかな、どうだろうね。山田太郎呼ばないよ。出ないよ。呼ぶわけねえだろ。生主じゃねえし、山田太郎。
誰でも有名人呼びゃいいってもんじゃないでしょ。コンセプト配信者に大手に勝つっていうイベントなんだから。ニコ生でやってんの？あれ政治家でしょ、山田太郎って。大手に鮫島呼ぼうよ。いや鮫島さんいたら盛り上がりまくるだよね。むっていうか勝てないでしょ誰も。勝てないでしょ、無理だと思うよ。なんか無理だと思う。鮫島さんには勝てないよ誰も、うん、まあまあ無理だろうね、うん、まあふわっちで放送するのがメインっていうよりもイベントだから金取ってる。あくまで放送はおまけじゃん。お客さんいる前でやるわけだからさ。ロハコさんはこういう系のイベント出ない。今夜はね喋るの遅いからね、ベロンベロンに酔っ払って多分沸かせてくれると思うよ。なんだかんだね持ってるから大丈夫だよ配信者は。あの人数集める配信者はなんだかんだ本番強えから大丈夫。しんちゃんいらっしゃい。全然安心してる。舞台上がるとね急に面白くなるから、つまらなくてもネタになるから、もうどう転んでも大丈夫だよ。ロコさんね出てもらいたいよね。なこ神は来ないよ。神様の名前出したらダメだよ、来ないよ。神を何だと思ってるの。もう呼ばないとか連絡先知らない。のぞみさん、政治色がすげえ強くなるよね。桜井誠さんはすげえ政治色強い。そう、ハゲたかな。全然そんな印象ないけど。食いに行こうかな。ふわっちの神っているの？全然わかんないけど。
リナ猫から連絡来ねえな。チャレンジャーにワンタロウ欲しいけどな。ワンタロウのチャレンジ欲しいな。あ、AF さん、あ、AF さん誘うか。AF、あ、AF いいね。AF 連絡先わかんねえんだよな。AF いいよね。ありだね。全然ありだね。企画煮詰まってきましたね。はい、チケットね、売れるとありがたいんですけど、どうすかね。チケット売れなかったら自殺もんなんだけど俺。うわー、マジでやばいぞ。チケット売れなかったらやばいぞ。売れない予感する。売れなかったら笑うよねこれ。笑うっていうかもうアウトだよね。チャンピン誘う誘う誘うけどね、あの絶対出てくれるっていうから、ちょっともうあの最後の方に声かけようと思ってて、誘うよ。
ただまあ今その地方にいるからな、その辺なんだよな、どうなんだろうと思ってんのか。頑張ります。ありがとう三男坊さん。まあ、トークイベントは厳しいよ、どこも。どこも厳しいよ。チャレンジャー1枠はリスナー推薦枠を取ってほしい。リスナー推薦枠っていうか、リスナー推薦枠ってだって誰でも受け付けてんだよ。リスナー推薦どころじゃなくて、むしろよとかが、お前出ろよってポンプ押してほしい。誰でも出ていいんだから。だから押してる配信者にさ、お前出ろよ出ろよって言ってくれたら終わりだよ。募集かけてんだもん。
誰がクソじゃん。なんかウィス、あれ、配信中だけど大丈夫ですか？面白い。俺も配信やってるよ。本当に、全然大丈夫。うん、あのさ、イベントをさやるんだけどさ、エイフちゃん出てくんないかなとか思ってさ。何のイベント？トークイベント。ちょっとね、今ね、ゴタゴタがちょっといろいろあって。ゴタゴタ？ちょっと配信になったり。そう。あ、そうなんだ。何があったの？まあいろいろと。そうか、配信があります。ちょっと今配信中だから。あ、本当に？はいはい。はい、あいやー。じゃあね。ちょっと薄いてね、これ。あ、オッケー。うい。ごたごたがあった。なんだごたごたって。最後まで和道には出演者で出てほしいと思うわ。叶わないな、荒野あたりが。おい和道って引きずり下ろしたよ。あ、言われたらじゃあ出るよ。何食おっかな。ねえ、成功させたいよ。成功させたいっていうか、成功しなきゃダメだよね。細田さん、バーガー3個ありがとう。司会の器っていうか、まあ司会っていうよりも、なんだろう、でもポジション的に演者でやるのも大手じゃないし、俺もで解説員やるわけでもいかないし、難しいんだよね。じゃあ裏方やるのかって言ったらさ、お前のイベントだろうって話になってくるから、だからまあ MC やるしかないんだよね。じゃがいも呼んでみん？ああ、全然大歓迎ですよ。ああ、いや、だってほら、オフ会とか、うちのリスナーさん、ほら、あれじゃん、イベントごと結構来てくれるタイプだから、全然来てくれるっしょ。結構面白そうだなと思うけど。主催だからしょうがないって感じだよね。
MC ってだけど、イベントごとの MC ってそんな重要ポジション、まあまあそこそこ喋れないとダメだけど、メインってわけじゃないからね。だから紅白のね、司会みたいなもんでしょ。多分俺が司会やるのが適任だと思うけどね。前回もリアルライフさんで司会だったじゃん。プレイヤーの方じゃなかったじゃん。トークキングを決める企画じゃなくなったよ、よ。もう、ルール変わったよ。そのコンセプトも、昨日の、今日の時点でもう変わってる。うん。トークキングを決めるグランプリじゃなくなった。よく、ここに書いてあるから読んでみてよ。うん。あ、やっちゃいるの？え、パルパルに電話出ないんだよね。キャスでやってんの？マジで？どこ？あ、いた。誰といんの？誰これ？ほんとだ。あ、キャスバインだ。ツバニャンいる。うん、やっちゃいいよ。今放送中だから忙しいから。参加者は、15組でしょ。15組出れるから、15組。俺は大体15組チャレンジ枠を用意しようと思ってんの。今6、5人か。あと10人ぐらい。で、そのチャレンジ枠に各3人つけることができるから、それは15人から45人になるわけでしょ。配信。妻には別にダメじゃないけど、うん、で、MC が2人でしょ、俺含めて。で、大手配信者が5人の解説が3人。だから何人になる ?8 人、10人。に、3、配信者が集まるのは25人から、マックス55人。ん？ 25 人から55人か。うん。25人から55人だね。あ、6000円までかかんないと思います。あ、ぜひぜひ。ツバニャン来たら面白くなる。ツバニャン連絡先知らないもん、俺。つまりは連絡先わかんない。なんでパルパル連絡返してくんねんだろういや、まあ人の企画中でしょ。なんか盛り上がってるでしょ。ゆきいちも連絡先わかんないね。ゆきいちチャレンジャーで出てもらいたいよね。女の子花があった方が絶対いいから。
ありがたいよね。ああ、でもね、もちろん、ホイミさんさ、野鳥はすげえ、頑張ろうねってプライベートでも言ってくれてるんだけど、今、野鳥配信中じゃん。で、やっぱり、配信者ってさ、自分の配信やってるところでさ、空気読まないとダメなんですよ。だから、今、盛り上がってたから、画面見たら。音は聞いてないんだけど。だから、また空気読めないで、何あいつってなったらさ、イベント自体がダメになっちゃうから。ウニのワード2。いや、もうちょいかな。大手配信者の、5名を決めないと、審査員はまあ、後で何とかするとしても、プレイヤーの5人が決まらない限りは、確定はできない。うん、ホイミさんありがとう。お気持ちが嬉しいよ。水にはお断り、だって、お断り来た。え、ゆくち妊娠したの？え？マジで？ガロンはこつ。え、誰の子供？リスナー？へえ、子供できたんだ。めでたいね。マジか。お母さんになるんだ。ラーボーさんね、来てもらえるのかな？どうなんだろうね。ラボ来たら盛り上がるよね。キットなんだ。へえ、配信者同士の子供なんだ。すごいね。ふわっちキッズだね。ふわっちキッズ。生粋のふわっちキッズだよ。いやー、どうだろうね。ナーボーコンタクト取り方わかんねえかんな。いや、ナーボーが出てくれるっていうならもちろんギャラ払うよ。そうそうそう、もう連絡先バーってもう一通り案内させていただいて返事を待ってる感じ。あ、別れたの？やばくない？え、別れたの？え？別れてるのに子供できちゃったってこと？マジで？え、どうすんのそれ？シングルマザー？心ちゃん誘おうと思ったらね、なんか海外にいたから。じゃあ MC ね、本当はもんちゃんにお願いしようと思って、もんちゃん出れなくて、で、ワンワンにはその大手の方で出てもらいたかったの、俺としては。大手配信者の受け付ける方で出てもらいたかったんだけど、ワンワン MC やってくれるってなって、そう。で、ワンワンダメだったら心ちゃんお願いできないかなとかも思ったんだよね。そうなんだよ。心ちゃんマレーシアだから。そう。ただね、MC で心ちゃん、ちょっと、ハマってないなぁとも思って。そう。心ちゃんね、ただビジュアルいいからさ、なんだろう。見たかったんだけどね。まあ、ユキチすげえ美人だよね。なんか、よれてるけど。そう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 、やりたいやつがやるっていうのが一番シンプルで盛り上がると思ってて。ねえ、せっかくのイベントだからさ、ワイワイ盛り上がりたいじゃん。お祭りごとだもんね。酒飲みながらさ、トークできるっていいじゃん。リスナーさんとこう、フェイスフェイスでさ。ヤジとかも、アンチコメントとかじゃなくて、ヤジが飛んでくるんだよ。面白くなかったら。くっそ面白いじゃん、それ。ヘタレーとか。捨て頃楽しかったもんな。すげえ声が聞こえてくるからね。行けよ！ワード行けよ！とか。手出せ！みたいな。すげえ聞こえてくるの。
ハートありがとう、ありがとう。ねえ、ぜひ来てください。本当に。本当にチケット売れなかったら大赤字食らうんで、なんか僕のことを応援する意味でも見に来て、遊びに来て。会場に。野球もあるんだ。ふわっち限定なんて最初から言ってないよ俺。全然言ってないよ。国会でも部屋ちゃうDM？ うん、リスナーさんからちょっと聞いてみてよ。じゃあワドイベントやるんだけど出てあげてよってちょっかい出してみてよ。ワドイベントやるんだけどどう思うって。なあもうジャブ打ってきてねえ。イベント成功させたよね。控え室狭いの。まあでもね、あの大手配信者5人しか控え室使わないから大丈夫だよ。5人ぐらいは入るでしょ、狭いって言っても。5人入らないって結構きついよね。長年温めたっていうか、そのむしろ配信者になるか、配信者になろうとしたきっかけ、あっこさんハートありがとう。あの配信者になろうとしたのにはエピソードがあってね、あの喋りで食ってきたいって思ったの。もちろんバカみたいな話だよ。牢屋の中にいて今後どうしよう、仕事がないって、もう多分俺干されてるだろうなって、会社もダメになってるだろうなと思って、で好きなことやろうと思って喋りで食ってきたいと思って、で喋りで食うのバーテンダーかなとかいろいろ考えた末に配信者だったの。いろんなこと考えたの。その中の一個の選択肢に、そのロフトプラスワンとか喋りのところでなんか司会とかやらせてもらったりとか、その前座とかやらせてもらうようなことできないのかなって。そのアメリカとかではあるんだけど、バーでストーリーテイラーとかさ、あの物語を語って喋るだけの職業の人っているんだよ。だけど日本にはそういうのないなと思って、でそのロフトプラスワンにその前座でも何でもいいから使ってくださいっていうのをお願いしたことがあったのよ。一回企画書を出したこともあって、だからその今さ、そこそこその配信者で食えるようになったし、なんだろうねえ、ああなんか夢を回収しに行こうみたいな。あの時できなかったけど、今そのね、せっかくいただいたお金だから夢を叶えるためにお金使おうって、そういう感じかな。うん、まあどうにも挑戦の方が配信者に集まりやすいような気がするよ。どうなんだろうね、俺は全然別にいいんだけど、だから別にあれだよ、あのどうなんだろう、俺に挑戦したいなんていうやついないでしょ。まず俺大手じゃないしまず俺大手じゃないし、予算断るって。ああ分かった、私も同意見です。ん？同意見？
そうですね。うん。挑戦者の方がいい？だって 挑戦者の方がいい？ いや、挑戦者って、だってこのイベント誰もやってないのに何を挑戦するの俺が。全然意味わかんないんだけど。どういうこと？ そんなのね、金取れないじゃん。だから前も言ったけど、その、なんつうんだろう、企画で押すか自分の内輪でやるんだったら、ロフトプラスワンに持ち込む企画じゃないと思ってんの。別にどっかのさ、会場もっと小箱を借りてさ、10人ぐらいでやればいいじゃんと思うのよ。うん。まあね、たくさん集まるとありがたいですね。うん。たださ、その客をさ、取ってさ、お客さんをさ、お金いただいてさ、で、俺一人でやる分には、だったら内輪でオフ会とかさ、そういう企画をやればいいと思ってて。イベントではなくなるよね、それ。大手の基準？まあ、なんだろう。大手の基準なんだろうね。うん。みんなが大手だって言ったら大手なんだ。あとは下から行った方がチャーミングに見えるタイプ。チャレンジャーでいろってこと？いや、俺は思わない、思わない。俺は全然思わないよ。大手じゃないでしょ。全然大手じゃないよ。俺が大手だったら、怒られるぜ、多分。俺まだ5年目だよ。全然実績で出てないでしょ。誰も認めてくんないよ、俺が大手とか。自分で大手だと思ってないよ。だまあ、中堅っちゃ中堅だとは思うけど。中堅では中堅なんじゃない？多分配信者でも俺のこと大手だと思ってる人っていないと思うよ。中堅でしょ？さすがに過疎ではないとは思うけど。うん。チャレンジャー枠で出てみる可能性あります？もしこういうのも、だから俺ステゴロ出たじゃん。で、なんかさ、誤解してるんだって。俺、だからイベントとかあったら捨て頃とか出てるじゃん。チャレンジャー枠で。全然出るよ。出る出る。うん。実際出てるし。出るよ。うん。ただ、そのトークのイベントがないからやらなきゃっていう感じだから。うん。立場的に出れないんだって。高山ワド2、いらっしゃい。その、配信者としてのポジションとイベンターとしてのポジションは違うでしょ。でしょ？だから本末転倒になると思うよ、それ。実績とかじゃなくて、その、なんだろう、他のイベントでこういうのあるからワードチャレンジしろよっていうのは全然出るよ。たださ、主催がさ、それやらないでしょ。うん。なんか、それだと、その、なんだろう。だってさ、俺、責任のある立場なわけじゃん。お金黒にしないといけないし、ギャラもちゃんと払わないといけないの。遊びじゃないわけよ。
いや、荒野、もう決まってるよ。名前書いてあるよ、ここに。荒野の名前書いてあるよ。見てみて。荒野もう出るって。決まってる、マルコさん。今決まってる、決まってる。今決まってるメンツ、これから流れるよ。まあそうだね、土下座オファーはもう土下座オファーだよ、本当に。本当にガロンさんの言う通りだと思う。いや、もうペコペコっすよ。お願いします、お願いしますって。ペコペコ。ここから出演者出てくるから見てみて。今決まってる人、星マークが入ってる人は確定。この間から現し遠いでしょう。九州でしょう。無理だよ。ていうか、現しまだ放送やってんの？最近ニコ生ログインしないから全然わかんねえわ。全然わかんねえ。ストレスで胃が痛いんだよな。西川さん、全然チャレンジャーでオファーがあったら全然受けますよ。プレアカ持ってない。胃が痛い。頑張ります。エグさん、ありがとう。
まあどう転んでも頑張るしかないからな。どう転んでも頑張るしかないから、うん、先輩配信者がこんなプレッシャーでやってんだっていうのも分かっていい勉強だよ本当に。すげえな企画できる人。いやー本当に勉強になるよ。だってみんな大型の企画やる人ってこういうことでしょ。あーよっさんふっさんか。本当だ。戻して本当に雑談できる大手の相手3人決めたからにしとけ。うん、胃が痛い。いやちょ袋叩きにするイベントになっちゃう。いやー残念だね。まあしょうがないね。難しいよ。お腹痛い。どころじゃないよ。30万ぐらい赤字になるんだよ。儲からないよ。儲からないよ。採算合わないよ、うん、ポケットマネーだよ、うん、いやブッキング決まなかったらそろそろオファーが出せない。ロフトにブッキングが決まらなかったらオファーが出せない。そもそもだから企画だ俺。うん、金は最初に払うわけじゃなくてイベントの後に清算をしないといけないの。まあ人望大事ですよね、タケさんね。タカさんこんばんは。あ、赤じゃないよ。だから企画分投げなきゃ赤じゃないよ。だからもうスタート切ったら赤確定だよ、もうこんなの。うん、難しいね。しょうがないね。よっさん×か。どうしようかな。手頃の方がむずいでしょう。規模がだってねキャパ300だよ。よく成功したよね。手頃の方がはるかに難しいよ。
あ、まあワンワン、そうだ、連絡しないと。グルザ、いや、一人一人送ってる、一人一人送ってる。グルザだとダメでしょ。人生すべてですよね、本当に。マジで毎日心折れそうだよ毎日心折れそうだよ。あ、ロゴ作りとかは全然後で全然いいと思うけど、そうだよね、もう手当たり次第ね、お願いしていくしかないもんね。うん、難しいな。
ああ、一回飯食ってくるわ。頭痛えわ。胃が痛えし、頭が痛えわ。ダメだ。ちょっと、配信切ってプライベートで、ちょっとまた頭冷やしてくるわ。申し訳ない。じゃあみんなお疲れ様です。ありがとうございました。頑張ります。お疲れ様です。ギャラ出してる出してる。胃薬もだね。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。